い、どうも皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます、 AV です。今回はですね、皆さん大好き JR 東日本暴走車の車両にね乗っていきたいと思います。今回はですね E-17 系ですね。で、一応ゲストも連れております。それでは自己紹介お願いします。はい、よろしくお願いします。総合沿線2と申します。よろしくお願いいたします。さあ、E-17 系に乗るわけですけども、なんかどういうイメージ持っていらっしゃいますか？そうですね、やっぱり古いっていう。ああ、古いですか。あとなんだろうな、グリーン車のドアが、はい、あれなんだけど、中途半端っていう。ああ、中途半端なんですね。まあ、私としてはね、あの車両はなんだろう、結構座席が硬いイメージだなっていうふうに持ってるんですよ ね、はい。それでは E-17 系の車両にね乗っていきましょう。Thank you.
はい、目的の東京駅まで来ました。これでね、217系の車両にね、乗ってきた動画を終わりにしたいと思います。どうでしたか、感想は。そうですね、あともう一つ追加がありまして、その E217 の方でもちょっとドアチャイムのズレっていうのが結構ひどい車両があるんですね。そのもし乗るんであれば、そのドアチャイムの方も注目してみてはいかがでしょうか。まあ、確かにね、 JR 東日本暴走車両はね、結構ドアチャイムがねひどいのもあるんですよね。私もなんか以前209系の2100万台か2200万台のドアチャイムのあれ撮ったんですけども、いや本当にね、ズレがひどいってありゃしないっていうふうにそう思ったんですよね。はい、それでは今回の動画の皆さん大好き JR 東日本暴走車の動画を終わりにしたいと思います。もしよろしければチャンネル登録高評価していただけると幸いでございます。それではご視聴ありがとうございました。